エビシュー。うまい。おお。はい、リーパーカーブ皆さんこんにちは、矢崎正弘です。かわいいですか、俺も同じ動きしてるんですよ。かわいい、かわいいですか。ちょっとお腹撫でてくれてもいいのに。はい、というわけでね、今日はね、木村ロック、木村ロック、木村ロック、木村チップ、木村グリップ、木村グリップ、そう、木村ロックを使うためのグリップ。うん、クジラカッパ、クジラカッパ、あっ、フライングカッパな、一本勝ち、一本勝ちっす、うん。まあ、前回に続いて手の重要性っていうのをね、少し、話そうかなと思います。お願いします。うん、その中で、まあ、いろいろクラッチっていうのはいろいろ存在するんだけれども、うん、木村ロックっていうのも一つ木村グリップっていうものとともに存在するから、なるほど、やっぱそれをね、こういう相手の手首を持ってやる、まあ、こういうグリップなわけじゃない、木村グリップっていうのは基本的には。うん、じゃあこれをそのどういうケースによってどのような持ち方があるかっていうね、ああ、いろいろ使い分けみたいな、うん、そうそれをちょっと説明していこうかなと思います。魔法使い。はい、というわけでね、まあ、木村ロックをやるときにちょっと見てもらっていいかな。上からの木村ロックなんかを使うときっていうのはやっぱりその条件が、いろいろあって、上からっていうのは押さえつけれるんで、基本的には、この親指ですね、これいりません、いらない。このサムアラウンドグリップっていうのかな、まあ、こういう親指巻きつけてくるにやってくると、まあ、かっこいい、やっぱりちぎれちゃう。こうなって押さえようと思うと相手が手を伸ばすだけでこうちぎれちゃう。あら、うん、なぜかというとこの4本の指が、この手首を押さえているんだけれども、その、この4本の指っていう力が今これの、維持できる最大の力だから握力。うん、うん、でこの握力、俺がそのどんなに強い握力があったとしてもこの両腕を伸ばす力の方が基本的には強い。なぜかというとここが外れそうになっちゃう。うん、じゃあそれをさせないようにするためにはこれを全部まとめる。前回の、サムレスリーは、フレームには適してないという話をしたけど、遠距離戦のフレームには適してないという話をしたけれども、それをこのようにして使う。そうです、うん、もちろんこちら側も親指をこれ巻きつけない、このようにして、どっちも親指なし、うん、親指なし同士で組むと、はい、押してみて、へっ、なんでちぎれない。これプレッシャーが手首にかかるよ、指じゃなくて指が剥がれそうになるんじゃなくて手首のこのフックが剥がれそうな。うん、なるほど、うん、なんで押さえつける力としてはとても強い。組んだ時にこのようにしてガバッと押さえない。この時にあとやってはいけないことっていうのは、まあ、手首を折らない。こうやってこれ結局指の力だからちぎれちゃう。全然違いますね、うん、じゃなくて木村ロックを取った時は手首を水平に使って押さえてもらうと、これが折れない。嘘だ、うん、まあ、これはどういう状況でもまあ同じなんだけど、あれね、2秒でちぎってやろう、こういう2秒でちぎ痛いにするとやっぱりその例えば両手で頑張って押してきたとしても頑張れ、うん、ちぎれない。肩も指も痛い、うん、痛いやっぱここがすごくタイトになるから。であとこっちの手の、まあ、フォローがすごく重要で、うん、これが結局親指でこうやって押さえちゃうとこれでちょっと剥がそうとしてる、こっちが剥けてきちゃう。あれ、あ、なるほど、うん、割と伸びたっす。割と伸びるだろ、割と伸びるっす。でもこれがこうなってたらどう。いやもう全伸びっすよ。せーの、プレッシャーが手首に来るから、うん、どっちもサブレスだと余計強いんですね。そう、伸びる。で、こういうのをキープしながら噛み込んで痛い、うん、めちゃめちゃです、うん、まあ、これが木村グリップを使うための、まあ、一つの方法、うん、で、これは上から、うん、
上からとか、うん、あと相手をちゃんと固定できる位置で使う場合はこのサムレスグリップで木村ロックを取るっていうのがねすごく重要。うん、あ全部これじゃないんですか。じゃない。例えば下から取るとき、下から、うん、こうやって下から取るときっていうのはサムレスグリップだと相手によどうしてもこの瞬間にグリップをちぎられやすい。おお、うん、だからそこはグリップをしっかりつく。これはサマーラウンドで取ります。で取って足をグッとこう軽く引きつけたりしておくと別に手の力で固定しないんでこの手が動かなければとかこれが頑張った相手が振ってきても結局ちぎれなければ、うんうんうん、そのためには、まあ、この遠距離戦の遠距離戦なんで言うからこれってこれの密着性があればいいわけだから、だからサマーラウンドの方が適してる。まあ、この間も話したけど遠距離戦は親指使った方がいいっていう、それも一緒。なるほど。でここから巻いた腕っていうのにはサムです。捕まえるまでは親指使うんです。そうだから、キムラロック上手な人はまずサムラウンドで取って巻きついていったらサムレスに切り替える。おお、強いやつだそれは。こうするとガッチリ、うん、こういう形全然違いました。うん、だから逃がさないようにするものと絞るのはまた別の力を働かせなければいけないっていうこと、うん、で、あとまあ木村の形でよくあるのはあれだね、バックお前ずっと3名したんだ。バックの形で、こうやって木村ロックを取りました。十字固めとか行く前の形をここで固定する形じゃない、はい、よくあります。これはもう本当にタイトに取らないといけないからこっち側をこうやって引きつけたらできるだけ手首の奥側を取ります。奥、うん、これここら辺持ってると簡単に切れちゃうから。へえ、うん、この前腕の骨のこの外側ですね、この骨の向こうに指をかけるんですよ。おお、結構突っ込むんですね。だから手首がこうやって曲がるような状態、おお、こうフックにしてこう引っ掛けてくるような、あ手全体フックにするみたいな、うん、イメージで逆の手っていうのはここでとどまることなくさらに抜いてこういう形にしちゃう。持たなくていいです、ね、持たなくていい。これ杭だから。でこの杭が打てたらこういう形にすると取れない、うん、これは絶対に取れない。肩痛そう。肩も決まるしね。こうこれがやっぱこうなってるとやっぱり若干緩いじゃない、ちょっと緩いです、うん、揺れちゃうんだねフリップが。なるほど、ここで遊びできるんですね、うん、これこうしてやれるとここの肩を俺の前腕で挟み込むようにするとここにプレッシャーがかかるから、こうすると全然取れない。で、ここ頑張れ頑張れ動け動け、十字固めにしていくとめちゃくちゃ硬く取れる。おすごいな、お前できないな。違います、親指ないから。そうだから親指がある、ないっていうのでやっぱり使い方が少し違ってくる、うん、だって、うん、だから木村ロックとか木村グリップを強く取るためにはやっぱりその親指あるないっていうのがすごく大事で、動くものに対しては親指を使わないといけない、うんうん、だけど、固定されているものに対しては、親指をなくして、手首を立てる、こう、うん、で取れるのであればさらに深く入れていく。まあテコの原理がかかるから、うんうん、結局そういうふうに木村っていうのも使い分けないといけないということですね。使い分けが大事なんです。はい、なんでね、木村ロックをね、まあなんだろうな、うん、さらに強くする方法としてこの、サムレス、もしくはサマーアラウンドを使い分けてみるのはどうでしょうか。あ、わかりました。用途によって使い分けよう。うん、親指なしに、いいんじゃない、いけチェアか、いけ、木村チップ最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録と SNS のフォローもよろしくね。